数列クイズ。知っていれば5秒で解ける数列問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。奇数の1から50番目までの和を求めてください。では解説をします。結論から言うと、1から始まる奇数において N 番目までの和は N の2乗と表せます。よって本題は50の2乗で2500が正解となります。そうなる理由を算数的に説明します。一辺1センチ、つまり面積が1平方センチメートルの正方形を上のように並べていきます。つまり次に足す数字の個数だけ3個、5個、7個、9個というように逆 L 字型に正方形を並べますが、今のところ5番目まで並べました。この時の正方形の総面積が数列の5番目までの和の総数になります。5番目の場合は一辺が5センチの大きな正方形の面積である5×5 イコール25となります。これが N 番目であれば N×N の計算をすることになります。おまけ問題です。次の計算をしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。